下手くさって何？いや、まあ5位じゃあかん、5位じゃあかんけど、まあでもやるしかない。とりあえず、まず、その、なんやろ。まず、レートが下がらなかったことを喜ぶしかない。そっからやな、やっぱ。季節は色を変えて幾度巡ろうともこの気持ちわかれない。もう我慢できない、もう。こうやって歌うことで、やっぱその、なんか、なんか希望、気持ち高めていかないとさ、これはでもマリカのためやから許してくれ。マリカに勝つためやねん。しゃあない。やっぱテンション大事やん。テンション大事やん。もう、ほんじゃ、歌ったターンは、絶対1位になるじゃん。それを約束するじゃん。このコース好きやな、俺。レースかね。まあ、レースに全く関係ないラルクの曲っていう。編曲も終わってるよな。これちょっと持っとくか。でもこのキナコってさ、下手したらさ、なんか取られるじゃないですか。だから早めに使いたいっていう気持ちが。あ、これショートカットすべきやね。あー、もう結局ほら、アイテムも取れないし、連発で使うし。なんで後ろに投げんねん、マジで。お前向上心ないよな。いや、向上心なさすぎて気色悪いわ。赤ゴラ前に打たないやつはクズやね。ういうる。なるほど、面白い。来た。取れへんかった。はぁ、もう。ははははは、ほら。意味不明や、もう。来た。これ最後な。行くで、はい、俺の勝ち。抜け、まあ無理か。なんで配信の時大声出せるのに仕事の時の電話の時声が出ないの？なんで知ってんの？なんで俺が電話対応いつまでも声がちっちゃいと怒られてたことを知ってんの？昨日これやっぱ連打したほうがね、連打した方が遅いん、逆に。やったらやめるけど。連打もなんか合間開けんのも変わらないんやったら、まあ連打した方がいいかなとは思う。先輩か上司やの、絶対。ネタでコミュ障言ってたらマジでコミュ障になったわ。いや、もうやめた方がいい、ほんまに。やっぱ自分は、自分コミュ障なんだとか言う人いるじゃないですか。やめた方がいい。マジでコミュ障になるから。ほんまに。え、でも俺電話取るのは誰よりも早かったけどね。パッて取って。何？お前何マジで？あのクッパマジ何？死ね。あ、なんか滑った。
いやパッて取って、だから俺は誰よりもやっぱ新入社員やった頃はもう誰よりも早くやっぱ取ることを知らせてたからね、電話対応は。うん、怖いよねやっぱね、電話対応するのやっぱ怖いんですよ、電話取るのって。でだけどやっぱおじけずにまずは取ってみる、うん、ってことすでに言われてましたね僕はね。はい、ここのショートカード知らんかった俺、今気づいた。今のショートカード知らんかったんやけど、今の瞬間に気づいた。それをしっかり活用した俺。ほんま知らんかったん。マジ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 、よし行くか。よし、なんかもう理不尽やん、俺だけなんか狙われてるもん、こんなん。行くで、ちょっとい、ラストウェポン、あちょっとマジ1位取らせていく、ちょっとマシン変えるか。ドリフト分割した方がいいんじゃなかったっけ、むしろ。え、むしろ分割した方がええんじゃなかったっけ。クッパでいくか。クッパでいこう。俺だから下打ちなんかしてんじゃん、全部リプロやだ俺は。うん、あー、関西弁使うな、ニートは。意味わからん、ニートやったら関西弁使ったらあかんのかよ。関西弁ってそんなお前高貴なものちゃうぞ。いやマシンがね、多分クッパやったらこれ合うんじゃないかなと思う、この G フォース。うん、多分俺のそのプレイングも悪いなと思う。浅草の動画良かったよ先生。ああ、ありがとうございます。はい。まあ、こういうコメント以外もじゃ拾わんとこも。もう俺の動画褒めてくれる人のコメントしかもう拾わないもん。イライラしながらゲームするのは配信やめる。まさかそう思うんで、ほんまマジだから。これからはもうやっぱほんとやっぱ自分のやっぱなんか自分も楽しくてやっぱみんなも楽しいっていう配信がいいかなって思うから、もうそれをやっていくわ。これちなみになんか白くさバーってなたまになるじゃないですか。これなんなん、これにこれが出る条件って何。バーってなるやんか。あ、誰かの後ろにつくと、あ、そういうなんか機能っていうかあったな、そういえば。あ、これね。
相手の後ろに、だから真後ろに一定時間張り付くと加速するわけか。来た、うぃー、いけ、あーもう、よし、来た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 、ブーメランかよ。もう最後のこれ赤コーラ3つやったら絶対、あーほら、あ死ぬ死ぬ死ぬ、危な、ほら絶対、負けしまうキノコってやっぱ連打しない方がいいの、あれって。あ、そろそろ抜けます言うてる。まあ、上位に食い込めてるからな。結局アンジュがなんか俺の配信で邪魔しに来るから俺も勝てなかっただけで今まで。バイクか、バイクもいいか。デイジーとかどう、これデイジーで、ジェットライダーで、クッションタイヤでパラホイール、これ最強やろ。タイムアタック、いやあんまやってないな俺。さっき先生の2013年初放送見たけど、どうする日本さんとはまだ関係ある、あんまあ、ちょくちょくでもないけど、最近たぶん連絡取るよ。うん、土日さんはこれまで転職成功して、もう俺が土日さんね止めてもらった家はもうないけど、さあこのマシンどうか。あ結構悪くない、悪くないな意外と。しかもハングアウトついてる、オッケー、はい、もうぶつぶしたろ、もう危な、速いねこのバイク。
どうしたら遅めに行くと。流行りに乗り遅れてへんやろ俺。あ、でもそうか、確かに流行りにはちょっと乗り遅れてる。もうなんかこれさ、かわしようがないやんこんなん。うんやんか今のも。インコースオッケーオッケー、インコースを攻めていくわ。ほらインコース攻めたらこうなるもん。難しいな。来た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 、素晴らしいんじゃないか今のは。このレースで6人しかおらんと、人として。あかんあかんあかん。ああ、おい、ちょっと立ち見荒らしてるやつ、ちょっとお前バンするぞ、マジで。いや、引退しないですけどね。引退はちょっとしたくない。引退、僕にマリオカート続けさせてください。あ、しまった。パズドラのギリラダンジョン行くの忘れた。ちょっと待ってや。嘘ついたことに対して謝罪して、はい、申し訳ございませんでした、本当に。頼む、アイテム取らせてくれ。よし、よっしゃー、インドリしてくれ。おい、俺のアイテム、よし。慎重に走れば多分勝てんねん、これ絶対。今のもうなんで俺やねんって、マジで。なんでやねん、もう。いけ、さあ行くぞ。ほら、あ、いけいけいけ、よしよし、タイト。
うん、すげえうわー言うてんねんけど誰来た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 行くでこれも最後の賭け やめとこ堅実に行こう頼むって頼む勝たしてくれ頼む勝たしてくれ勝たしてくれたえマシンダメもっとしてこの組み合わせはこの組み合わせはダメなんですかね。ゲームをできるだけでありがたいありがたいのに切れるわ人のせいにするわ切れるわお前はゲームする資格がないなもうもうしょうがないぞ本当に。いやでもねいやでもやっぱ人ってやっぱ欲が出るやん。やっぱゲームができる喜びからやっぱ勝ちたいっていう喜びに変わっていくじゃないですか。人ってそういうもんじゃないでも。ね、まずあの、五大欲求の勉強してみろお前はな。分かってくる。やっぱ人間ってどんどんやっぱ欲求が高くなっていくねんって。当然じゃないでもやっぱ。あ、今のところで使うの間違いだったな。こういう適当なプリンクわかんねやろうな。てかクッパばっかやな。クッパばっかりじゃないですか、こんなん。ほらね、もう絶対俺だけ食らうもん、こうやって。三大欲求か。いや違う違う 5段階欲求や三大欲求はその睡眠欲性欲食欲やけど違う5段階欲求っていうのがあんのよ。てか有名やろ。そうマズローのやつね、生活欲、生活欲ちょっと詳しくはちょっとググってググれば分かんねえけどな。まずやっぱその安全に生活すると、そしたら贅沢したいと、今度はさらにまた人に認めてほしいみたいな。どんどんやっぱ欲求がエスカレートしていく生き物だというね人間は。これマジなんで勝てへんのこれ。どこの学部行ったらそれを学べる。だから俺心理学部やったらそういうの、ま、そういうのはもう当たり前じゃない。心理学部やったらそういうの当たり前じゃないかな。あと何やろ、インデックスとかね、インデックスとかね、人間のそのポテンシャルにおけるインデックスってわかる？例えば俺がマリカやってるじゃないですか。全然結果出えへんやんか。でもこの結果が出ない中で水面下でやっぱ じわじわと俺のそのポテンシャルというかそのマリカの実力が上がっていってて、ある沸点を到達した瞬間にドカーンっていくっていう現象。現象っていうかその沸点をインデックスって言うんですよ。だからそのインデックスを超えた瞬間俺は覚醒するわけ。さてと今日の獲物は誰かな。ういペロリ
今日の獲物は誰かな。ペロリ。知識ひれか、ひけからかしてる。いやそんなことないやろ。うわ危な、あ死ぬ、あ危ね。よし、あのショートカット決めたいな。なこういうなんか、あもう絶対無理やから、行くんじゃなかった。もうどうせ俺なんかやっても成功するわけないねんから行くんじゃなかった。ピンポン、あピンポンちょっと見とくわ。はい、トゲゾウでもう死んでください。結局このトゲゾウとかもさ、1位と2位が入れ替わるだけやんな。クソアイテムやん。俺関係ないもん。だってこの10位の人がトゲゾウなんか取ったところで関係ないもんって思わへん。あるやろ。よし行くぞ。いっけ、はい。だから2位の人が取るなら意味があるよ。あると思う。トゲゾウ。前で置け。あ、やばい。うわー、ショートカットしおれへんもんな、この。はあ、もう。なんで勝てんの。頭の中だけが社会人になったふり、別にそんなこともなくない、最近は。もう素直に俺がニートですって認めてるやん、だって。いや、俺ほどその潔く自分がニートであることを認められる人間っておらんと思うよ、普通に。あ、ゴーストとか出るんや、このゲーム。開き直ってないし、だから認めた上で、だから就職活動して俺は内定を取ったじゃないですか。ねえ、あ、そういえばね、今日なんかね、仕事の依頼が来ててね、仕事っていうか、まあいいや、もうなんもよ。泣いて、8月が、8月1日からもう、社会復帰するよ、俺は。でもまだ泣いて取り消される可能性があるから、あんまり、公には言わないけどね。8月1日って言い方するんですよ。ね？ポケセンの就職はもう無理やな。俺な、ポケセンの面接行ってんけどね。なんかやっぱね、裏でやなんかね、ポケモンの世界もね、やっぱ裏はね、ビジネスマンやね、みんな。すごいなんか厳しそうな人が面接官やったわ。取り消されるまでがネタ、別に取り消されるのがネタじゃないけど、でも取り消されるなら取り消されるので、でも正直はっきり言って俺もな、まあ、社会復帰できるような、もうコンディションじゃないねんな。あ、スターあった。あぶね。
スター中にキラー使うのもったいなかったか。ダスターとキラーのダブルとかでないんや。行くぜお前ら、俺の最後の。来い。ああ、行くか。昔さ、弾丸っていう漫画なかったっけ。ミニ四駆のパクリみたいな、あったよな、弾丸レーサー。あれのパイロットになりたい俺。違う、弾丸論破じゃなくて、あのコロコロコミックの、そう、縦長のなんかなんかロケットみたいなやつをなんか、そう、ミニ四駆みたいにして遊ぶやつ。なんかバーチャルバトルみたいなできるやつ。そう、新幹線みたいなフォルム。そう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 。なんていう漫画家やったっけ。あの、グランダムサシとか書いてた人が、書いてたさ、あ、ダイナマイトもあったな。